英神経ってどうなんだろうね。あれってどうなんだろう。手渡し隊の接近戦の攻防、あの要はなんか伝説によると、あの女の人がやった結構だから、だから一撃で倒すんではなくて連打でこうパカ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 ってやるっていう。あ、だから打撃的には弱いなと思うんだよね。だから一発で読んだから、ただもんでもさ、雨の雫がさ、岩をどんどん砕いていくって、それ一発じゃ無理なんだよね。何発も何発も何年もかけてパン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 やることによって砕いていくみたいな意味なんじゃないの？知らねえけど。知らんけどって。結構言った割には知らんけど。引き離したね。詳しく調べてねえから知らんけど。じゃないかなと。でも、詳しいね、佐藤もさ、やっぱ語ることはさ、いや本当佐藤さん詳しいですよね。その辺 の、 その憲法事情というか。ちょっと待って。はい。もう一回今大きい声で言い直して今のところ。何がですか。動画的にさ。何ですか。そこ使おうかなと思って。本当。3、2、1、9。佐藤さんで棒読み。あ、でもさ、はい、なんか。ちょっと実践的活動、それでもね、だなと。やっぱ戦い方で進化してからさ、今総合格闘技だって、どんどんね、やっぱ最初は寝技が有利なんて、例えば最初はなんかさ、はい、あの、ガセネタを出したのがもう始まりだったんだけど、格闘技の中で、空手が最強だよ、組み技は打撃系格闘技には勝てないことになってるよ、君って、デタラメ言い出したのさ。なんでかっていうと、はい、柔道のような組み技格闘技は、まず掴んで1、それが2で投げるだりするから、1、2の攻撃だ。それに対して打撃系格闘技は1で攻撃ができるから、基本的になんか物理的に打撃系格闘技に組み技系格闘技が勝てないことになってるんだよ君っていう嘘をついたんだよ。はいはいはい。だけどクレイジー呪術ってものが出てきて、最初俺もそれは最初からおかしいなと思ってたんだよ。まあそうです、ね、だけどクレイジー呪術ってものが出てきたっけ、一応の喉ですぐに掴んでくるっていう、で寝かせて何もさせないっていうさ、はい、のが出てきて、まあ鮮烈でしたね。クレイジー要するに、それでなんか、がこういった嘘を、広めたわけだけどもさ、そんなのデタラメだったってことが、まあ、わがられで。で、組み技格闘技の方が強いんじゃねえかって言ってたけど、それで周りはみんな寝技とか研究するようになったら、今度あの、お互い、ほら、寝技が分かってくると、今度硬直状態になって、最終的に打撃で決着ついたりっていうことが起こり得る。だからどっちが最強ってこともねえんだけれども、格闘技の理論として、まあ、組み技、だからおかしいんだよ。最初に言ったら日本の格闘技界もおかしいんだけどさ、寝技と、打撃を、立場を分けて考えてたじゃん。それは本来、ね、一つのものでさ、特命なんだもん。だよね、うん。それをなんか打撃系格闘技、組み技格闘技、立場格闘技、寝技格闘技と分けてる方がおかしいのか。変わって、ね、カテゴリー変えてるもんね、すごいね。それは競技としてやるためには、そういうのも必要だけどさ、実際なんか戦いとなったらそんな同じなんだよ、一緒。関係ないですかね。ただ、石川さん、女の人を投げるのはやめてほしい。ギリギリでいつも生きていたいから。2回目かなこれ。周知と加藤だよね。だって急に加藤の方は苗字なんですね。アキラか。アキラだったか。周知と加藤じゃなかった。周知と浩二でもないんだね。浩二といえばあのマジンガー Z のパイロットの子。あ、今日何今日2回目かな。今日2回目ですよそれ。あのドリフの中で一番運動神経いいくて。工事つながりでずっと行くね。ずっと工事で行く。栃木出身のコンビで。なんか抜けてますね。コーナシーンだね。コーナシーン。芸能界辞めちゃったね。辞めちゃったんですか。芸能界辞めちゃったね。あ、そうなんですか。何やってんだろうね。あ、船乗りっぽいね。なんか寝て始めるでも栃木だから。ないね。海がないわ。確かに。いろは坂上がったところのね、湖で漁やってんじゃないの。なんだっけあそこね、なんだかこう日光の、うわぁもうすごい修繕事故、修繕事故です。修繕事故、はい、だよね、はい、あそこで漁やってんじゃないの。修繕事故で漁、ワカサギ漁とかさ、船乗んなくていいっすね。ワカサギとかさ、ヤマメとかさ。それ船乗りって言わないですか。松島くんの異国道に似てる、異国道に似てるって 誰に似てるって言われる。俺前劇団一人って言われました。俺も劇団一人って言われる。取っちゃダメよ。そ
そうそうそう。そうなんですか。俺もちょっと似てるとこあるなとは思ってたんだけどさ、自分でも。見ろほら、劇団一人って言ったっけ、俺の顔なんか消える四角で囲まれだぞ。あれあれあれ。本当は囲まれました。認識されてますね。劇団一人。認識されました。でも今もう二人だから劇団二人になっちゃったね。劇団二人になっちゃいました。そうですね、それぐらいですね。あとは特になんかないかな。うまからず、甘からず、辛からず、うん、かといってうまからず、うん、いやふがしは美味しいですよ。美味しい。俺好きで大好き。やっぱド変態はやっぱり違うね。ド変態じゃないです。違うね、感覚がね。ふがしが好きだと変態ってどういうことですか。もう全日本ふがし協会のふがしのまた、ね、またその敵に回したね。まあなんていうの、アシマ君を見る目は偏見から入ってるからな。何ですか。だってさ、まだな、どんな仕事してるのか分かんない。いやいや、もういいよ。まずほら、どこに住んでくるのかも分かんないからね。いや、そう。もう多分100万回ぐらい言ってますけど。もう。100万回のアイラブユーってあったね。松島くん、100万回は言ってねえよ。いやいやいや、そんな話はいいんですよ。そうだよ。100万回は言ってねえよ。それくらい必要なんですよね。なことない。そんなことない。だって50回も言ってねえと思うんだよ、多分ね。まあ、そこはまあ俺も分かってます。分かってる。で、何回くらい言ったべ。まあ、まあでもまあ2万回くらい言ってます。それは言ってねえよ。50回も言ってねえと思うんだよ、多分ね。50回も言ってねえ。何回くらい言ったべ。4500回くらい。あ、ごめん、国葬から膨らませらんねえやもん。もういいっす、もういいっす。ギリギリでいつも生きてルネサンス。これ時間気にしながらじゃないとそういうクレームきますよ。そっち時計がないですね。この間さ、職場でさ、はい、職場の水飲み場さ、まあ、俺周りから仲いい、あのまなみさんって人が、あの、はい、C だね。あの美人のまなみさん。あ、そうそう、まあまあ美人なんだけどさ。まあ当たった。ごめん、かなり美人、かなり美人なんだけどさ。当たった、適当に言ったっけ。そのまなみさんにさ、が水飲み場でいたから、俺も水飲み場でいたからさ、うん、あの、まあちょっとすっかけようと思ってさ、うん、あの、へい、彼女よく来るのって言ったのね、その水飲み場で。で、だけなんか、何も言わねえでさ、こうやって、はい、あの、拭いてやつ、ゴミ箱に捨てようとしたんだけど、ゴミ箱、足で踏み出さないけど、パコンって外れちゃったのさ、うん、あ、一生懸命直したよ、うん、ああ、なんだ、俺が直せよって、うん、直したって、パッと髪だけさ、全然知らない人だったの。俺全然知らない人ば、まあ、ナンパしたことになった。まなみさんでもなかったんだ。ひどい、ひどい。へい、彼女よく来るのって。この人怖怖怖。初対面なのに急に言ってきた。なんか普通にナンパした感じになっちゃってさ、困った。あれ佐藤さん結構そのあれですね、さやとちりというか。どうしたの、そんでそんなしますね。どうしたの。この間の月見そばのこと。違う人だって分かった時にどうしたの。そばだった。あ、俺直してるんで。大丈夫っす。大丈夫なんで。あ、そっか、俺はこういうやつだよって。明るい。そっち行っちゃったんです。素直に間違えましたじゃなくて。職場の先輩でシシドって言うから、あ、どうもシシドと申します。そこは言えなかったんですね。俺でも、あれだよ、結構おっちょこちょいだよ。そうなんですね。そうですね。俺の月見そばもだいぶひどかったですよ。ああ、ガッサンそば。ガッサンそば。ガッサン、半切れだったじゃないですか、もうガッサンそば。あれ、あれ、2回行ったよね、2回、2回行ったよね。おばちゃんの態度もよく願ったと思うよ、でもあれ。いや、あれ多分ね、ああいうやついるんだよね。他のそばをやってくれみたいなさ、多分クレーマーがいるんだよね。なるほど、なるほど。あの、俺流にしてくれって言うの。違う違う、だってあれさ、うん、あの、花からさ、あの、うん、あの、初見、うん、お願いしますって言われて、来た来た来た、こういうクレーマーよく言うんだ、こういうのいるんだって多分型にはめちゃったんだよ。いやいや、でもあの人が多分よく分かってるようになったんだよ。ガッサンそば、ガッサンそば今はやってないですって言ったんだよ。してずっとやってねえじゃん、だってあんなの。あの、初見にある、あの、あそこにあるやつだけですって言ってたじゃん。ああ、言ってましたね。多分自分のオリジナルにしてくれみたいな、いるんだよ。あの、月見入れてさ、なんて山菜入れてくれみたいなさ、多分いるんだよ。おっさんがさ。いや、ない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 。ないない。今の新井さんの言い分だと完璧に 100% 俺が悪いみたいな感じになってんじゃん。おかしいじゃん、それ。あのおばちゃんもちょっとおかしいじゃん。
どうしても認められないです。全日本そば協会を的に、ね、あんな初見で買うような安いそばさ全日本そば協会入ってねえよ、んなのあったとしても。いやいや何言ってんの、ちょっとそばって言ったら加盟してるよ絶対。してねえよ、あんたでっかいんだからね、もう世界規模なんだから。あいつ朝来て合算そば頼みやがった。なんだよ、資格が来るよ。いつか一本みたいに来るよ。